皆さんこんにちは、 KO 大阪です。今回の動画は、10月に J リーグ入団内定が決まった全選手をご紹介します。これまでと同様、このチャンネルでは、高大連のサッカーを取り扱っているので、J ユース選手もしくは J ユース出身選手はご紹介しませんので、ご了承ください。それでは行きましょう。行徳 A 選手、名古屋グランパス入団内定、10月4日発表、経歴、静岡学園中学校から静岡学園高校、高橋龍太選手、ガンバ大阪入団内定、10月4日発表、経歴、ガンバ大阪ジュニアユースから静岡学園高校、深澤優太選手、愛媛 FC 入団内定、10月5日発表、経歴、大阪桐蔭高校から関西大学、若谷拓海選手、ギラバンツ北九州入団内定、10月7日発表、経歴、西武大高校から山梨学院大学、三藤凛選手、ガンバ大阪入団内定、10月12日発表、経歴、東海大仰星高校から関西学院大学、畑一平選手、FC 岐阜入団内定、10月18日発表、経歴、作陽高校から桐蔭横浜大学、鍋田敦史選手、カターレ富山入団内定、10月19日発表、経歴、水橋高校から桐蔭横浜大学、水口優斗選手、SC 相模原入団内定、10月19日発表、経歴、履正社高校から中京大学、一ノ瀬大樹選手、ヴァンフォーレ甲府入団内定、10月26日発表、経歴、山梨学院高校から山梨学院大学、福田志王選手、ドイツボルシアメンヘングラードバハ入団内定、10月27日発表、経歴、神村学園中学から神村学園高校、J クラブ内定ではありませんが、ご紹介させていただきました。川波大氏選手、サガン鳥栖入団内定、10月27日発表、経歴、札幌創成高校から関東学院大学、浦十三選手、ヴィッセル神戸入団内定、10月28日発表、経歴、サガン鳥栖アンダー18から東福岡高校、井上龍太選手、津永源金沢入団内定、10月31日発表、経歴、武南高校から理長大学。